さあ新三国無双3エンパイアズやっていきますか。前回はね、生殖のね龍将を倒して、で炎術の領地がね、まあ、半分になったので、まあ、こっからねどこを攻めていこうかなって考えてるんですけど、俺の理想はね最後に炎将倒したいかなと考えてるんですよ。で炎将がこの辺を倒せるかどうか、劉備曹操、もしくは曹操が炎将を破るか、劉備がね勝つという可能性は結構低いと思うんですよ。で俺はまず先に馬頭を倒そうかなと、こっち側はちょっとどうなるかわからないので、もう他の勢力の奴らに任せて俺は馬頭を倒していこうかと。データ強制労働は承知しました。残玉レベル3は嬉しいですね。これってあれだったっけ、一回攻められたんだっけ俺。あ、そうだそうだ、前回龍将を攻めるときに一回攻められてるんだよな。王老のレベル低いしな。どうしようかな、ここで A 行ってもいいけどな。いや、綺麗行こう、綺麗綺麗行って A 行って、炎術のなレベル上がらないしな。コースかな。あ、オーロあれですね。次ちょっと将軍にしたいですね。オーロのステータス結構高えな。軽動衛し、軽動衛。増派。うん、まあ、超衛だね。これでいこうか。いつものメンツかもん、これ。うわ、出た、このマップ。防衛戦このマップ嫌いなんだよな。すぐ敵に侵攻されるんだよな。雷でいいか。排水は危ない気がするんだよな。敵の攻撃力がどれだけかわからんしな。これつけとこう。まあでも兵力は俺らが上だから。関水って確か強かったんだよな。関水欲しいっすね。関水って確か撃タイプじゃなかったっけ。相手にとって不足なし、気を抜くな。しかも確かステータス高かった気がする。関水は関水欲しいですね。あともうレベルマックスの綺麗なんで、いや強いよ強いよ。もう我が刃受けてみろ。雷伯って、あれ雷伯って炎術軍じゃなかったっけ、違ったっけ、あれな、俺なんか炎術だような気がするんだけど。炎術軍じゃなかったっけな。ヒアか。いや、もうチャージ後でいいや。うふらつかないもん。やば、副将の攻撃受けてもふらつかないよ。もうこれは楽勝だな。自分が弱かったらね、ちょっとここのマップ厳しいかなと思ったけど。近いうちに必ず勝ってみせる。関水は捉えたいですね。そのためにはまずね、拠点を制圧していかないといけないんだけど、上から来てるか。ここの拠点制圧したらちょっと上行こうか。よしよし、関水を倒そうか。もう副将の体力ミリじゃねえか。関水誘い込んで、こっち来い。副将やられたわ。余計なことするから、おいで。
青ゾーンかなこれ。俺がそんなに怖いか。私を貶めるとどうなる。あらら、エインが、エインが怒っちゃった。あそこまで。まだ終わっていない。行くぞ。こっち来い。腰抜けめ。何をしにここへ来たのだ。そう、俺と勝負しろ。え、これどうなるの。さっきあいつ挑発やられたよな。士気上がってんのかな。お前よく士気ゼロでお前挑発かけるな。関水を追いかけろ。関水を止めろ。怖っ。援軍だと。援軍が来るのか。余計なことすんなよお前ら。我らも攻めに転じるぞ。飛ばせ飛ばせ。やっぱそうだ、劇だもんな。劇タイプだもん。こいつめっちゃ欲しいな。いやこれはいいよ。敵将撃ち取ったり。関水獲得はでけえな。ほんとあれですね、今回マジイケメンばっかり。いやいいと思うよ。いつも不細工多いからね今回。やばいやばいやばい、エイの体力がやばいことになってる。逃げとけ、なかなか腕が立つような。逃げとけお前。待っていたぞ。待っていたぞじゃねえだ。俺が相手だ。逃げとけ逃げとけ。逃げないあたり強いな。やっぱ挑発かけられてるからあれなんだね。逃げないんだね。このチンラン倒さないと収まらないな、この怒りは。私を追いかけとし、勢いに乗って攻めよう。芝居か。近いうちに必ず勝ってみせる。いやー火力高えな、チャージ後強くなったわ。近いうちに。チャージ6が確か衝撃波だもんな。とりあえず頑張ってここの拠点制圧して、いやまあ昆虫も落としたいですけどね。できればこの綺麗な強さだったらワンチャンできるから。照英に任してえけどな。結構敵湧いてくるんだよな。日本面からな敵が湧いてくるんでなかなか落とせないんだよな。いや今チャンス、今チャンス、斧が来た。やっぱここのチャージドライブ真空書ないと当たんねえよな。真空書あっても当たるかどうか怪しいけど。あとは任せたぞ。ここまで削っとけば大丈夫だろう。俺下の方行こう。下に芝居がいるはずだから。酵素、酵素やばいぞお前。逃げる逃げる、酵素任せろ。あとは逃げない。こいつら勇敢だな。ナイス長英。攻撃してこないのか。いやあの矢鬱陶しいな。いやでも芝居もこれ AI 弱いから。飛んだ歓声にはまったものだ。撤退する。一度本陣に引きましょう。
これ本陣落とせるね。味方の援軍来ますね。いけるな、いけるわ。あれ、え、防衛戦勝ったらなんかいいことあったっけな。あれ、お金もらえたりしたっけ。忘れちゃった。何ももらえなかったっけな。痛いって。我らも攻めに転じる。いいよ、長英、長英頑張れ。これ以上はやらせない。まだ終わっていない。行くぞ。ライハク3回目だな。お、祝勇来た、祝勇来た。いや、いいよいいよ。これまでか。いや、そりゃそうだ、さっきの体力やばかったもんな。近いうちに必ず勝ってみせる。さあ、熱く燃えていこうじゃないのさ。いや、コブでかい。いや、そういう技能のね、コブもなかなか強いんですよね。味方武将全体の攻撃力が 1.2 倍じゃなかったかな。強いんだよな、普通に。まあ、あとはあれだ、落としていこう。もうこの武将も多分楽勝だわ、この綺麗だったら。近いうちに必ず勝ってみせる。よしよし、あと長領よ、長領。鉄壁か。いや、まあまあまあ大丈夫大丈夫、綺麗な攻撃力だったら大丈夫。いや、強くなったもんだわ、綺麗。これ本当に最初と比べたら全然違えもん。マジで攻撃受けてもふらつかないっていうのが本当に強い。いいよ、放送いいよ。N4 止めでね、コンボつながるのでかいな。そう、そうだそうだ。そうだ、これあれだったんだ、太くんだった。オッケー。よし、感性はでかい、ほんと。いやー、これ味方強えよ。同盟戦か。しません。わしとは組めんというのだな。さっき攻めてきたからね。カウンターですよ、カウンター。ええっ、うっ、俺が来たからには天下を取ったも同じだな。びっくりした、急に来た。女性はやばいって。びっくりした、急に来たな。めちゃめちゃオーローとか関水使いたいんだけど、兵力ゼロなんだよな。え、どうしようかな。まあ、とりあえずオーローはね、将軍にしとく。いや、今ね、チャンスっちゃチャンスなんだよね、多分。兵力ないよな。
レインのレベル低いけどやってみるか。これでで準将軍もあの技能使えるから、まあ、演術は絶対いる。鉄壁も違いねえのか。伏兵でもいいか。あいるか鉄壁。女性も連れてっか。だいぶステータス低いけどね。残レベル3を信じて。味方、敵の援軍とか来るのかな。できれば援軍来る前にサクッと勝ちたいところ。我らが優位か。このまま攻め切るぞ。まあレベル2だからね、エインは。え、レベル2だけどやれない。勝て。いやいいよ、ザンある、ザンある。俺がそんなに怖いか。硬いけどザンがあるから大丈夫。悔しくもなんともねえぜ。うわ、やっぱり違うな女性。女性でもレベル2だからレベル上げないとな。もう猛角とか集体とかもう使わなくてもいけるもんな。 いらないかなと思ってるけどな。もう近いうちに必ず勝ってみせる。いや、レベル3の残があるから十分。もういい。攻めるぞ。ただ俺の防御力がめちゃめちゃ低いからね。命がいらぬようじゃな。長路か。危ない危ない。え、てかさ、長路普通に欲しいんだよな。こいつあれだよね、軍師モーションだもんな。長路獲得しようか。まだ軍を抜けるとでも思ったか。痛い痛い痛い。おいでおいで。ちょ、捉えれるかどうかわからんが。このモーションのねモブがね、いまだ一人もいないんですよ。飛ばせ飛ばせ、あっちに飛ばせ。ナイスナイスナイス。行くぞ長英。いや、ナイスナイスナイス。長英ナイス。いや、 AI 賢いね。青ゾーンだからね、みんな賢いわ。よし、一応これで捕らえたろ。敵将撃ち取ったり。あとはもう楽勝だろ。これ楽勝だよ。敵の増援が来ない限り。来るとだいぶきついけど、よく耐えた。よく耐えた。綺麗。私が相手です。これ美塾もあれじゃね、もしかして。美塾もこれ軍師モーションか。危ない。あ、多分あれだな。あ、来たし、援軍来たし。いや、いいよいいよ、このチャージでかい。俺がそんなに怖いか。来た来た来た。俺と勝負しろ。演術相変わらず挑発強いな。あいつの成功確率が高い気がするもん。やべえな、残がないとめちゃめちゃ弱い。あ、いや違うな、分子モーションじゃないな。普通のあの鉄拳タイプですね。なら欲しくないかな。逃がしちゃったか。まだ終わっていない。
行くぞ。私の顔を汚すような負け方はする。いやー来たか芝居、また来たか。正直ね、青ゾーンで倒したいですね。少々度が過ぎたようだな。私が相手です。青ゾーンで倒して一発でね終わらしたい。こいつは来るかな。来てる。いやー捕まったな芝居。後ろから、いやーち飛ばしたいけどな。青ゾーンで倒したい。ほんと芝居とか何回も倒すのはさすがにめんどい。こっち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 連れてけ。いやこのやべえ杖いてえいてんだわ。いやこれ勝てばエインのレベル絶対上がるから。手強いぞ、心してかかれ。これまでか。硬すぎだろマジで。いや違うんだよな、エインが弱すぎるんだよ。みんな苦戦してるな。敵の援軍が強いね。近いうちに必ず勝ってみせる。敵将撃ち取ったり。まだ終わっていない、行くぞ。で電報、いやこの二人ももうね撃破したいっすね。なかなか腕が立つようだな。お待ちしてました。誘い込んでいきたいが来ない。あれ危ない、電報あれだ。そうだ、あでもあれだ、こいつ援軍だから捕らえられねえんだ。いやー欲しい武将が結構多いな。これ結構長丁場になりますね。ちょっとやっぱり弱いね。しょうがない、レベル上げのためだ。うわ危ねえ。いや弓との連携ナイスすぎる。後ろからライフが来てるな。敵将撃ち取ったり。こっち飛ばして、こいつもね青ゾーンで倒そう。いや通常攻撃だけでね倒すのはねなかなかだるいけどね。硬すぎだろ。まだ終わっていない、行くぞ。よし、これでだいぶ敵武将いなくなったから拠点落としていこう。もうまだいたわ。そうだそうだ、美塾逃したんだよ。美塾もこれ倒しとこう。もういいだろ、攻めるぞ。
敵拠点我らが制圧した。よし、これでまあ A のレベル上がったろ、多分。上がった上がった。俺金持ってたかな。うわっ、やったわ、持ってなかったわ。長老欲しかったな。そう、これでレベル4だよね。とりあえずね、ちょっと兵力がねないので。はっ、承知しました。そう、兵を補充したいよね。取引をしようではないか。お主にとっても悪い話ではない。いや、ちょっとね、そう、横尾くん書いたらイケメンとブサイクとかしかいないからさ、ちょっと花を欲しいっすよね。はっ、承知しました。何でも頑張るからね、張り切っていこう。てか、消去あれだもんね、挑発だよね、確か。来たか。ここは一回攻撃させるか。いや、炎章軍強いな。いや、正直炎章がラスボスっていうのはね、まあいい展開ではあるんだわ。え、消去を使おう次。これ猛核レベル5になった。お、こいつ体力完走するんだね。すごいな。あれ、今これ同盟どうなってる。ほほ、お任せあれ。そうそうと同盟組んだんのか今。うん、ここは守ろう。消去を使おう、消去。久々に無双武将使ってあげるわ。3万か。あー、感性のレベル上げ大変だな、これ。軽動上だな。とりあえずレベル上げ優先。俺たちの力を見せるんだ。いやー、でも敵もね、結構攻めてくるようになりましたね。氷でもいいかな。いや、もうね、アイテムがな、ほとんど使えないんだよな。もうこれ、この辺がね、使えないんだよな。ステータス上がっても意味ねえからな。あと兵力がさ、互角なんで、これ結構いい戦いになるんじゃないかな、これ。まあ、消去無双武将なんで、まあ、どれほど強いのか。どっちの方が強いのかな。我が刃、受けてみろ。消去のチャージオンさ、オートロックがさ、これなくなったからさ、いや痛いって。回せるようになったっていうのがでかいんだよな。やっぱ強えな。いや、敵も強いけど、やっぱ消去の火力もすごいわ。
俺が相手だ。俺が相手だ。いや、これやばいね。やっぱ火力が全然違えわ。やっぱね、モブ使ってからね、無双武将使うとね、強さに感動するんよな。さて、あの辺でも攻めてみるか。いいダメージですね。氷からの無双ランドがなかなかいいダメージ。必ず勝ってみせる。ここにみんな集結するんだよな。お、来た、シューター来ました。もうかく今回働いてくれよ。あ、来た。よし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 、今回猛核働いてくれるか。いや、強えな。でも消去ね、やっぱ2に比べたらね、本当に弱体化してるんだよね。3の消去が一番あれなのかな、シリーズの中で弱いのかな。どうなんだろうね。近いうちに必ず勝ってみせる。オートロックある時代はさ、この回すことができないからさ、近いうちに必ず勝ってみせる。このチャージ4も微妙だったんだけど、まあ、エンパでね、オートロックなくなって必ず勝ってみせる。当たんねー。日は熟した。進軍を開始せよ。弓矢多いなこれ。続け。もう攻めてもいいだろう。さて、あの辺でも攻めてみるか。名乗りこれだったな。そういえば名乗りでダメージ与えるってやつが呂布と張飛以外いないよな。ここ落とせばね、もうすぐよ。まだ終わっていない。行くぞ。すぐではないか。どんどん敵武将湧いてくるしな。まあでも消去強いんで、これサクサクと敵武将倒しているからいけると思いますよ。レベル8武器だもんな。早くね、レベル10武器とか使いたいっすよね。まあもうちょっと後半にならないと使えないのか。いや、優秀優秀、氷優秀。このね、凍ってから無双ランプ決めたいんだけど、凍る確率はね、弾のレベル上げても変わらないから、そこは運だわ。めっちゃ攻撃してくるやん。どこ行ったあいつ。まだ終わっていない。よっしゃ。後ろが心もとない。誰か防御を頼む。近いうちに必ず勝ってみせる。弓鬱陶しいって、弓が鬱陶しいって、打ちすぎだって。どうした。俺がそんなに挑発乗っちゃうか。私を落とし、おい、軽度へ教えてやろう。お、まあでも妖法倒さないダメですね。あの辺でも攻めてみるか。強っ。マジで強え。行くぞ。近いうちに必ず勝ってみせる。もう少しでここの拠点を落とせるぞ。牛金が来た。牛金、ここ敵の赤ゾーンなんだよな。誰か防御を頼む。これ以上はやらせない。
これ以上は当たらない。くそ、当たんなかった。初方向のダッシュ攻撃ね、隙だらけなんだよな、終わった後。近いうちに必ず勝ってみせる。あー、チャージダッシュ使うの忘れとったな。いや、もう当たり前だよ、猛角。猛角まだ見かけてないけど、多分あの右側の方で頑張ってるから、今回全然サボってないですね。まだ終わっていない。行くぞ。時期を逃すな。我が軍も続け。進軍する。調子に乗るな。さて、あの辺でも攻めてみるか。意外と氷との相性がいいのかな。後ろが心もとない。誰か防御を頼む。近い。さっきからさ、これ超のさ、この後ろの防御を無視されてるよね。なんかさっきからなんかさ、長英がさ、後ろの守りを頼むとか言ってるけど、みんなから無視されてるもんな。かわいそうに。近いうちに必ず勝ってみせる。ナイスナイス。楽勝ですね。近いうちに必ず勝ってみせる。あれ、これ目の前に拠点があるのか。違う、まだ落としてねえのか。早く落としてくれ。もう落とせるだろう。ナイスナイス。もう攻めてもいいだろう。こいつ総大将だもん。あ、来た来た。いやー、当たらん。うまく当たらん。これでも敵の兵力どれぐらい削れたかな。あー、挑発持ちだけどな、診断はいらないかな。もっと残酷になってきたな。やることが残酷なんだよな、これ。まあでもねえ、まあ演術だからしょうがないよね。やるぜ。我が部にて、他人の評価を気にしては自分の道は歩けない。俺はまっすぐ前を見て俺の道を歩く。とんでもねえことしてるけど、すごいなこいつ。さすが演術だな。いやー、どうしようかな。次回やろうかな。あと1回これ政略やって次回やりましょうか。わりかしいい時間ではある。課金のレベル5になったんだけど、マジか。こいつ挑発か。どうしようかな。まあ兵力だよな。ほほ、お任せあれ。機は熟した。共に目障りなゴミどもを一掃しようぞ。ということで次回やりましょう。
次回どこだ。名前書いてねえや。地域情報でわかんのか。あ、天水だね。天水落としてバトを倒しましょうか。ではご視聴ありがとうございました。